皆さんこんにちは、岡潤です。今回は3泊4日で初めて海外旅行を一人で行ってきたので、それをブログのような感じで流そうと思います。How can I buy tea money? Tea money here? Yeah, you can. You can ask him. Yeah, okay. Thank you. 外国の方が教えてくれたんだけど、tea money もね、無事買えました。Excuse me. Where is train? Train? Downstairs. Oh. Yes. Thank you.1階用交通カード、交通カード10。あ、excuse me. あ、I wanna go to Seoul? Seoul station? I think it's this way. Ah. Yeah, Seoul station. Ah. Thank you. はい、よく見たらちゃんと書いてあるっていうね。ということで空港からだいたい45分ぐらいかな、かけてソウル駅に来れました。その後はちょっとトラブルがあったんだけど、ホテルのミョンドンにしたので歩いてミョンドンまで来ました。で、初めての一人海外で不安が多くて全然ご飯食べてなかったので、ここで屋台がねまだやってたので、あのトッポキとソーセージを交互にしたやつみたいなやつを食べました。やっぱり韓国なだけあって辛めなんだけど、全然食べられるぐらいのピリ辛具合でめっちゃ美味しかった。食べた後はね、韓国にセブンイレブンがあったので、そこで好きなもの買って1日目終わりました。だいたいこれでちょうど1000円ぐらいですね。まああんま日本と変わらないかな。だけど部屋はだいたいこんな感じ。シャワーとトイレが基本一緒なんだね。前のトイレもそうだった。こっちがベッドルーム。ベッドがでかい。あのね、ホテル着いてから気づいたんですよね。僕、韓国がコンセント違うって知らなかったんですよ、日本と。なんかフロントの人が韓国と日本は違いますよみたいなぽいことを英語で言ってくれて、あ、そうなんだと思って。そこでやっと気づきました。別に充電できないってわけじゃなくて、ホテルごとにこういうね、なんか日本のやつとつなげるやつとか、なんかタイプ C、なんかUSB がつながってるやつとか、貸し出ししてるっぽいので、別に使えないわけではないので気をつけてください。僕みたいになりかねないのでね。純の日常。はい、ということでね、準備できたので早速出発しようと思います。日本の2倍ぐらい寒いかも。朝がめっちゃ寒い。では行きます。ということで2日目開始しました。この日はまずPCR 検査を受けに空港まで行かなきゃいけなかったんで、朝ソウル駅のパン屋さんでパンとコーヒーを飲んでから行きました。 Thank you. Where is PCR? PCR? PCR?Yes. So, test? Yes. There is no, we are here. We must go to the international terminal. Ah, okay. There. Bus? Shuttle bus. Oh, okay. Thank you. Seoul駅もそうだったけど、バスがめっちゃ多い。はい、PCR 検査もあったので、ミョンドンに戻って屋台のご飯をね、食べに来ました。今回はね、チーズハットグを食べました。本場のをね、ちょっと食べてみたかったので。その後になんか韓国のたい焼きみたいのも出たので、それも買いました。3個で2000ウォン、結構安い、200円ぐらいかな、日本円で食べます。なんか観光地、なんか韓国っぽいなんかとこ来たんで、ちょっとここ中に入ってみようと思います。あ、I'm from Japan. And could you take a picture? Okay. Okay. はい、なんか韓国の歴史的建造物らしいんですけど、やっぱりなんか日本と似てはいるけど、ちょっと違うよね。そして歩き疲れたのでね、ここでトッポギ屋さんも見つけたので食べました。トッポギ。トッポギ？Yes.このトッポキがだいたい2700ウォンぐらいだったかな。だいたいおそらく300円ぐらいですね。
これもやっぱ辛めなんだけど、辛さを忘れるぐらい美味しかった。さらにここの近くにね、人気観光地の北村貝屋村があったので、そこも行ってきました。ここはね、村の雰囲気がめっちゃ良くて絶対インスタ映えすると思う。他にもおしゃれなカフェとかもいっぱいあったから、ぜひ行ってみてね。はい、その後はね、お店を見ながらミョンドンまで戻って、念願の現地のサムギョプサルを食べに来ました。で、後からお通しって分かったんだけど、最初なんか注文次第のにめっちゃ届いたの。これサムギョプサル、うん、ライス、ピザ、ピザ、いや、はい、ということで無事サムギョプサル食べれました。夜ご飯の時間帯っていうのもあって、一人だとね2店舗ぐらい断られちゃったんだけど、ここはねすんなり入れました。で、お通しの量が結構多くて、あんま食べない人とかだとお通しだけでお腹いっぱいになっちゃうかもしれない。その中にキムチもあったんだけど、やっぱり本場のキムチはちょっと日本より辛かった。その他にもサラダと玉ねぎ、漬物、あと大根のスライスみたいなものと、あと豆腐みたいなのもありました。ここでようやくサムギョプサルに手がつけられました。ちょっと焼きすぎてしまったんですけど、全然美味しかったですね。で、サムギョプサルって葉っぱに巻いて食べるイメージがあったんですけど、ここはね、提供されなかったんで、なんかそういうものかなと思って食べてました。でね、もっと食べようかと思ったんだけど、夜になったらね、ミョンドンで屋台がいっぱい出るらしいので、それを食べたかったのでね、腹7分目ぐらいにしておきました。はい、夜になるとね、昼間とは打って変わって屋台がね、いっぱい出てました。なんか日本で見るシャインマスカットの飴だったり、生搾りジュースだったり、なんか餃子みたいなものだったり、あと肉串だったり、いろいろありましたね。今回僕はエビの串焼きみたいなものにしました。その後ね、なんか珍しいマシュマロのアイスみたいのがあったので、それを食べました。これはね、ちょっと高いけど美味しかった。その後ね、イカゲームに出てくるようなせんべいみたいなのが売ってたので、それを買ってから東大門みたいなところに行きました。ここはね、ミョンドンから歩いて30分ぐらいかかるんだけど、夜遅くまでショッピングができるみたいです。日本で被らないよね。最初ね、試着するときに買うってなったときに5万ウォンって言われたんですよ。だからここまで欲しいトレーナーでもないから高いなって思ったんですよ、個人的に。だからね、めっちゃ渋った顔したの。したらめっちゃ値下げしてくれて、結果的に2万8000ウォンぐらい。なんかこういうなんかチェーン店じゃないところで買うとするんだったら、一回値切って、ね、全然値切れると思う。あの勢いで言ったらもっとね、値下げできてた気がする。それとね、今日夜食ってことでカップラーメン、有名なやつ、多分女子が結構好きなやつ、ファンタメロン買ってきました。じゃあまた明日、バイバイ。やばい、もう11時到着ぐらいになりそう。なんでもソウルまでも電車で行こうと思います。歩いて行こうと思ってたけど、あ、excuse me, I wanna go to Lotte World. Yes. So how can I go to? Here is exit number 12, okay? Number 12. Oh, yes. Lotte World is exit number 1. Yes. Go straight. Yes. And turn right. Yes. And go through. Okay. Thank you.結局いろんな人に聞いた結果、ミョンドン方面と同じ4番電車で、昨日行ったトンデブンみたいなところで2番電車に乗り換えたら、シンダン方面の電車に乗ってチャムシル駅っていうとこまで着けば OK です。で、駅に着いて改札を出たら、行き方は左側がアクアリウムっていう場所になってるらしいので、右側にまっすぐ歩いていきます。そしたらね、なんかこういうなんかテーマパークっぽいところに出るので、そこ裏まで行ったらロッテワールドに着きます。
で僕今回楽天観光で予約していったんですけど、その場合は正面の門から左側に歩いていくと南門っていうところがあるので、そこでチケットと交換してもらいます。はい、ということで楽しんだので帰りも同じ電車で帰ります。明洞駅ではないんだけど、この駅まで行けば明洞まで歩いてすぐ行けました。はい、ということでね、楽しい時間は早いということで、楽しい3泊4日の旅でした。全然日本語しか喋れなくても英単語とかだけでも全然行けるので、ぜひみんなもね、一人旅興味あったら行ってみてください。で、帰る時に空港なんだけど、めっちゃ混むことあるから、僕みたいにね、2分前到着になりかねないので、早めに行きましょう。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。もしみんなが韓国行くってなったらね、それの参考になったら嬉しいです。今回僕がためになったなっていう情報とかのホームページはね、概要欄に載せておくので、ぜひそちらを確認してみてください。じゃあね。